イスラーム教徒のペルシア征服は、イスラーム共同体がサーサーアン・アサ、ペルシア帝国を征服し、その領土を支配するに至った一連の戦争を指す。預言者、ムハンマドの在世中からアラビア半島を征服したイスラーム教徒は、東ローマ帝国とサーサーアン・アサ、ペルシアに狙いをつけていた。イスラーム側の伝承によれば、預言者、ムハンマド自身、 東ローマ帝国やサーサーアン・アサに使者を送り、イスラームへの改修を求めたが、拒絶されたためこれらの国々を征服することを決意したとされている。当時のサーサーアン・アサは、東ローマ帝国との長年の東ローマ・サーサーアン戦争へ西特決が介入し、ニネベの戦いで東ローマ帝国軍に大敗して国力は疲弊していた。二十八年に、 ホスロー2世を暗殺して即位したカワード2世は、東ローマ帝国皇帝、ヘラクレオスとの間に講和を成立させたが、同年にカワード2世が死去して、以降は政治が著しく不安定化し、632年にヤズデキルド3世が後継者争いを制して即位、するまでの5年間に5人ものシャアが即位しては、短期間で政権を追われて暗殺されるという混乱状態が続いたため、 国力の回復もできないままイスラーム教軍との戦いに臨まなければならなかった。しかしイスラーム共同体が本格的にサーサーアンアサ・朝ペルシア領への軍事行動を開始したのはムハンマドの死後に勃発した立タ戦争にイスラーム共同体が勝利を収めた西暦633年になってからである。イスラーム教軍は当初アラビア半島に接する。 メソポタミア地域に侵攻し、サーサーン朝軍と争った。サーサーン朝軍は、イスラーム教軍を上回る兵員を動員したが、ハーリドイブンワルワリードの指揮の元イスラーム教軍は、バラジャ、フィラーズ、クーファの戦いでサーサーン朝軍に連勝し、633年の4月から634年の1月までの1年、足らずの間に、メソポタミアのほとんどを支配下に置くこととなった。 最終的にカーディシーやの戦いで、イスラーム教徒はサーサーアン・アサの特定資本まで攻略し、ペルシア帝国の勢力をメソポタミアから駆逐することに成功した。第二大政党カリフのウマルイブン・ハッターブは当初、ペルシア高原に兵を進めることには慎重であったが、側近たちはこの機会に完全に、ペルシア帝国を完全に滅ぼすことを進めた。ウマルも最終的に、 ペルシア帝国が二度とムスリムの脅威となり得ないよう、その息の根を完全に止め、ペルシアをイスラームの領土に加えることを決意した。642年、メソポタミアとペルシア高原を隔てるザグロス山脈を越えて侵攻してきたイスラーム教、軍3万に対し、ヤズゲキルド3世は10万を超える兵力を動員し、現在のハマダーンにほど近いニハーバンドでこれを迎え撃った。 しかし式や連土の面で劣っていた。サーサーアン将軍はこの戦いでも大惨敗を起死した。ヤズデギルド三世は東方領土に逃亡したが、651年に部下の裏切りで殺された。この戦いを最後に、サーサーアン朝は組織だった抵抗を終えた。敗廷ヤズデギルド三世の息子ペーローズ三世をはじめとする皇族たちは、パミール高原を越えて、 党に亡命し、党の援助を受けて、ササン朝復興を図ったが、ペルシアと党の地理的な隔絶もあって、それを果たすことはできなかった。サーサーアンア・朝は、ゾロアスター教を国教とした最後のペルシア系民族の国家であり、その滅亡とイスラーム教徒による征服は、ペルシア地域に新たな時代を告げるものだった。イスラーム勢力はペルシアを征服し、 その技術や学問を吸収することで急速な発展を遂げた。ペルシアの文明は、東ローマの文明とともに、絢爛たるイスラーム文明の元となったとされる。イスラーム文明を彩る多くの神学、法学、哲学、自然科学の学者たちは、ペルシア人であった。アラビア文字で表されるようになったペルシア語は、イスラーム世界東部の国際語として機能し、 多くの偉大な文学作品を生み出すことになる。一方で、ゾロアスター教は国教から二等宗教へと転落し、信者には地図屋の支払いをはじめとして様々な差別待遇が課されることになった。ゾロアスター教徒の数は徐々に減少し、イスラーム教徒の圧迫を嫌った一部の信者は地理的、文化的に近いインドア大陸へと亡命し、この人々の末裔が、 現在のパール C であるとされている。ありがとうございます。